日本のほぼ中央、長野県の南東部に位置する茅野市。成田空港や羽田空港、中部国際空港からおよそ3時間半、関西国際空港からはおよそ5時間と便利なところ。外国からの観光客も多く訪れています。新幹線や高速道路によるアクセスも便利です。秋葉原、アウトレットモール、富士山、京都など日本各地を巡る様々な周遊ルートの設定が可能です。茅野市は八ヶ岳連峰の山麓に開けた高原都市。季節ごとの美しい自然の中で高原リゾートを存分に満喫することができます。長野県の中央に近く、立山黒部アルペンルート、軽井沢、地獄谷野猿公園などの観光地へのアクセスが良く、茅野市を中心に様々な旅行プランが立てられます。4月の下旬ともなると、茅野市は一斉に春の装いとなります。桜を見ながら散策することを日本ではお花見といい、春の楽しみです。桜は和歌にも詠まれ、日本を代表する花の一つです。春は味覚の楽しみがあります。木々の新芽を食べる山菜と呼ばれるものです。自然環境が豊富にある茅野市の代表的な味覚です。諏訪大社は日本最古の神社の一つです。諏訪信仰の中心として人々から崇められています。近年パワースポットとしても注目されています。諏訪大社には4つの社殿があり、茅野市には諏訪大社、上社、前宮があります。7年目ごとの4月から6月にかけて、社殿の四隅にあるもみの巨木を建て替える祭りが諏訪大社式年造営御柱大祭、通称御柱祭です。長さ17メートル、重さ10トンを超えるもみの巨木を山から切り出し、人力のみで引く祭りは天下の大祭と呼ばれています。木落とし、川越し、縦御柱はこの祭りのハイライトです。ロープウェイに乗れば、標高2237メートルの山頂駅へわずか7分で運んでくれます。南アルプス、中央アルプス、北アルプスと日本を代表する山を一望できます。溶岩が固まってできた台地を歩く坪庭自然園は自然の芸術とも言えます。ここから八ヶ岳への日帰り登山を楽しむことも可能です。7月、車山高原一帯は日光キスゲの花で覆われます。これほど多くの日光キスゲが咲く場所に、駐車場から歩いて数分で行けるのは日本でもわずかです。ここ車山高原を中心に、ヴィーナスラインで霧ヶ峰高原、
美しが原高原へと周遊することができます。湖畔にショップやレストラン、ホテル、ペンションが立ち並ぶ白樺湖は自然と遊びの宝箱。天然温泉やスポーツ、アート、グルメなどが楽しめる白樺リゾートファミリーランドは、長野県下最大の全天候型レジャー&リゾート基地です。およそ1万平方メートルの敷地に作られた本格的な英国式庭園、バラクライングリッシュガーデンは、春のバラ、秋のダリアなど5000種類を超える植物コレクションが見事です。茅野市には6カ所のゴルフ場があり、涼しい高原の開放的なコースで爽快なプレーが楽しめます。茅野市北山の千駄ヶ里自然学校は体験学習の場。八ヶ岳中腹に広がる亜高山帯の自然環境をフィールドに、さまざまな体験活動のメニューが用意されています。枝とかよく見ながら、蓼科中央高原を貫く渋川の渓流が長い年月をかけて作り出した横谷渓谷は、長野県でも屈指の紅葉の名所。清らかな流れと色づいた木々の葉のコントラストが見事です。太古の昔、火山地帯であったこの周辺には温泉が多く湧き出ています。深まりゆく秋の景色を眺めながらの露天風呂を楽しむこともできます。茅野市から富士見町にかけては縄文遺跡の宝庫、尖石遺跡は学術的価値が高いものとして国の特別史跡に指定されています。縄文のヴィーナス、仮面の女神、シンプルさと力強さを合わせ持ち、古代芸術の代表としてそれぞれ国宝重要文化財に指定されています。尖石縄文考古館では日本の古代芸術を間近に見学することができます。標高が高い茅野市は日本独自の味覚、蕎麦の産地として有名です。その中でも寒ざらし蕎麦は江戸時代将軍に献上された特別な蕎麦です。茅野市でも限られた店でしか味わえない大変貴重な蕎麦です。地元の人々と交流ができるさまざまなプログラムを茅野市では用意しています。農業の大切さや人と自然の関係を再確認する日帰り農村体験、ホットステイ茅野。地元の人々と交流し、農村の日常生活と農作業を体験します。このほか工芸、歴史、スポーツなど50のプログラムを体験することができます。
茅野市では冬の寒さを利用して寒天作りが盛んに行われています。寒天を乾燥させる光景は茅野市の冬の風物詩となっています。寒天を貯蔵しておいた寒天蔵、市内に残る寒天蔵は昔の面影を伝え、先人の暮らしに思いを馳せることができます。雄大な自然が純白の雪に覆われるとウィンタースポーツのシーズン。茅野市には5つのスキー場があり、インターチェンジや駅から30分程度とアクセスの良さが特徴です。レンタルスキーやスノーボードは最新のモデルを用意しています。スキーだけではなく、スノートレッキングからソリまで様々な雪遊びを楽しむことができます。訪れるたびに新たな感動がある茅野市の旅。さあ、今度はどんな感動に出会えるでしょうか。四季を通じて楽しめ、体験学習にも最適な茅野市へお出かけください。